どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでモリモリ音楽できるようになっちゃいますよということで日々簡単レッスン公開しております。今日も張り切ってレッスンスタートしていきますよ。今日のテーマソングは思わず旅に出ちゃいたくなるこの名曲ドン、小沢健二さんの僕らが旅に出る理由。これはですね、いい曲っていうか、もう小沢健二さんのこの世界観がもうすごいんですよ。優しく見守る、応援する、そして旅に出ようよ、メッセージがたっぷり詰まったふんわりソングですけどね、聞いてるとやるとしたらこっちがいいで、これかっこいいバージョンで、これ16ビートのこうなんつうか流れるようなあのリズム、これがねキーワードになります。はい、これをしなやかに弾くのはねかなりねあの修行が必要だと思うんですけど、この流れをつかめるようになるともう最高ですからね。はい、まあじっくりいきましょう。はい、本日は、G ラボのブラックビューティーモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使って、レッスンしていきます。この初めてウクレレ Amazon でですね即お手元に届けられるようになっておりますので、ぜひ Amazon でですね初めてウクレレ検索してみてください。よろしくお願いします。はい、そしてポップアップショップがオープンです。2月の17、18、長野県の松本市で行われるんですけど、 G ラボウクレレの全てのラインナップの思想と、島村楽器松本線さんオリジナルオーダーの、またすごいいいウクレレ、こっちもですねチェックできるようになってますので、ぜひお出かけください。詳細概要欄に貼っておきます。さあレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さんの方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりあるんですけど、それでもねこのね歌のタイミングっていうのが結構ねこの小沢健二さん独特の渋谷系ですから、ちょっとねリズム裏で入ってくるビートが多いですよ。でもシンプルなんでね、これは心地よくいけると思います。はい。で、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはなんつってもこの16ビートなんですけど、このキレッキレとね、しなやかさ、これがなかなかね、できそうでできない、絶妙なところを、しっかりレッスンしていこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとだけお勉強するだけで、これから自分の人生どんどん自分で音楽を生み出せる、これは素敵なことになると思います。ぜひ始めてください。さあレッスン入っていきましょう。小沢健二さんの僕らが旅に出る理由、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。やってみる。1、2、3、4。
小沢健二さんの僕らが旅に出る理由、思わずこの歌を歌ってるとですね、旅に出たくなるし、この小沢健二さんにも応援される気分になるという素敵ソング、なんかこの本当外に出かけたくなりますね。この冬の晴れ間とかに皆さん旅に出るのいかがでしょうかという気分なんですけれど、はい、やってみてください。これガズレレオリジナルショートカットバージョンになっております。まず1番のところずっとやっていてですね、でまあ繰り返しなんですけど、まあ大体これシンプルなんですよ。コード進行がこう決まったところで歌詞がちょっと変わっていくっていうことなんですけど、まずこのガズレレのシンプル簡単バージョンを練習していただいたらフルコーラスすぐできるようになりますからね。全部やってみたい方というのはこうコードを書いて2番の歌詞書き加えたりしてオリジナルの、アレンジでやって、で YouTube に上がってバージョンもオリジナルバージョンとかシングルバージョンみたいなのがあるんでですね、まあ、それぞれのこのアレンジでいずれね、オリジナルバージョンで楽譜を作っていただいてお楽しみいただければいいと思うんですけど、まずは今のガズレレバージョンしっかり押さえていきましょう。ここに全てが詰まってますからね。はい、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながらウクレレで練習してもらって、コードは簡単だったでしょ。本当ね、これシンプルな中に詰まったこのね、お酒ワールド、お楽しみいただけると思うんですけど、まず1個目のゴール設定を設定しましょう。どんなことにしようかというと、まず今やったシンプル簡単バージョンのガズさんの演奏に合わせられるようになったら、これはもう素晴らしいと思います。ここまで1回目指してください。できるようになった方はおめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを見せて音楽を生み出す。これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのは結構難しいでしょうから。まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちに、いずれ覚えちゃって、そしてまた外に向かって夕日に向かって、もうなんか旅に出てる時にこれ歌うの最高ですからね。そういうのは素晴らしいと思うんですけど、とはいったってでも楽譜って一体どこにあんのさ、声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はガズが手書きで書いてるこのノート、この手書きノート楽譜を見てですね演奏していきました。はい、こんな感じでございます。結構ボリュームありますよ。ビチビチでございます。もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなにも映してね、こんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス始まってます。はい、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な、もう山のようにあります楽譜は、の中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたい、みたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといってスタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなことぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんでチェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。僕らが旅に出る理由、小沢健二さんのもうポップでキャッチーなもう名曲、フレンチポップ渋谷系、いやー、これカバーもいっぱいされてますからね、この名曲ですから。はい、見ていきましょう。これイントロなんですけど、でー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 ってなんですけど、ここ下見てください。かっこいいバージョンではかなりここすっごいフレーズが入りますからね。ここワンブロック Am-C G7 G7 で矢印マークシンコペーションで、あのかっこいいフレーズを完全再現してますから、これかける2回です。注目ですからね。はい、でん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 で、はい、2回やって、でここ C2 ブロックやるんですけど、ここかっこいいバージョンでフレーズ弾きますからね、あのかっちょいベースフレーズ、ここのイントロかっこいいバージョンは覚悟しといてください。はい、でこっからは見てめちゃくちゃシンプル。今日ワンブロックがこうちっちゃいですからね、ちょっと注目ね、1234 1234なんでこんな風になっているんですけど、これはね、じっくりちょっと書いてもらえるのがいいと思いますね。で今紹介させてもらったガズクラブで、今日のこのガズクラブのノート、あ、違
ゃあこのガズレレノート、このガズが書いた手書きノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしていただいてご活用いただくの、今日もめちゃくちゃ有効ですからね。はい、ガズのノートの特徴を見てもらうと、この言葉の前にこう点があったり、この V があったり、これリズムが分かるようになってるんですね。ここちょっとやってみると、ここに最初 V があるでしょ。だから一回休符なんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、心変わりは何かのせい。はい、ここにも点があって、ここでリズムがわかるんですね。はい。じゃあここは、せーの、さん、はい。あまり乗り気じゃなかったのに、ここでよく見るとこ点が書いてあって、これかなりガイドになります。あとは、歌詞カードには書いてない伸ばすところとか、あとワンブロックに対しての位置関係とか、かなりこの手書きノートってヒントが詰まってるんですよ。ぜひあのガズクラブにご加入いただいて、デジタルデータのダウンロードもご活用いただければと思いますが、お時間ある方はこの通りに書いていくといいと思います。はい。移しておきます。まずイントロから、A パート、B パートみたいにしました。ちょっとね、1番とか2番とかだとちょっとややこしいかなと思うんで、ひとまずこんな歌詞でちょっと判断してください。はい、一時停止ね。で、こう、ツタタタタタって書いてあるのは盛り上げて次に行くよということでございます。はい、じゃあ次ここですね。一応ここの4段サビということなんですけど、この星と三角マーク、これ繰り返しになるんでこんな風にしてます。ちょっとここ見てもらうと、2段に書いてある。上の段は1回目。下の段は2回目です。つまりこの星マーク繰り返しがありますんでね。まず1回目はこう上の段を行って、こう行って、こう行って、こう行って、1回目はこんな風に進んでいきます。まずこのサビ4段。いいですか？一時停止で書いてください。はい。そして、ここ、まあ、C パートというふうに言ってるんですけど、またここをやって、で、今度またサビに戻るんですけど、ここが注目で、サビ全部やるんじゃなくて、ここに書いてある、星マークと三角マークを繰り返します。星はさっき出てきたここですね。ここをやって、この、下の段です、ね、繰り返しは。はい。で、ここをやったら今度は、ここに行きます。三角マーク。で、ここをやって終わりという、そんな構成になっています。今日ちょっと字がだからちっちゃくなっちゃってるんでね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、まあまあ、一生懸命、拾っていただければというふうに思います。写しておきますね。で、ここで終わるよということになっておりますと。じゃあ出てくるコード見てまいりましょう。今日はね、コード5個ですよ。信じられない、この名曲が。言っていきます。C、Am、F、Dm、G7 のこの入門コード、たった5つで、この名曲が奏でられます。嬉しい。そして小沢健二さんのセンスというか、もう才能を感じますね。今映ってる5つは、ガズレレでは超入門グループのグループな、超入門コードのグループなんで安心してください。これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで始めたばっかり初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ、10個も覚えないといけないのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、いっぺんにねドーンと10個覚えようと思うともうごっちゃごちゃになるんで頭が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に URL 貼っとくんで、ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの、解説に入っていこうと思うんですけど、これね、その前にちょっと歌の確認なんですけど、歌結構難しいですよ。裏拍できますからね。ワン、ツー、スリー、フォー、心変わりは何かのせい。裏でまたいで。でね、例えば、君は完全にはしゃいでるのさ。裏で来るの分かる？君は完全にはしゃいでるのさ。裏なんですよ。これ、この感覚。あとね、空港へ先を急ぐのさもね。ワン、ツー、スリー、フォー。空港へ先を急ぐのさ。この辺のこの裏の感覚、これ裏の感覚を意識しないとかなり速くなっちゃうと思うし、そもそもね、歌にね、ならないっていうのがあるんで、言葉のタイミングね、ぜひ注目です。これこそが小沢健ワールドですね。はい、だからこのグルーヴ感が歌からも溢れ出てくるということでございますと。はい、じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、かなり来てますから、皆さん。まずはリズムの紹介。今日出てくる、リズムはこちらになってます。と、16ビートのちょっとカッティング、これはもうめちゃくちゃキレッキレがいいですね。キレッキレなんだけどガチャガチャしなやかにいきたいやつです。これ今日は深いですよ。今映ってるこの2つの弾き方、概要欄に貼ってあるリズムのいろいろの中にそれぞれの、レッスン動画、もう濃厚レッスン動画が動画で公開されてますので見てもらいたいんですけど、今日はこの動画がめちゃくちゃ参考になります。この動画の中にあるパターン1というやつですね。カッティングと16ビートでめちゃくちゃファンキーに弾けるっていうやつなんですけれども、今日のはテンポも早いんでですね、ファンキー&グルービーっていう感じじゃないんですよ。なんか早いから、ちょっと軽やかさの中にあるこのポップですね、やっぱり。もう、これはね、やるしかない。楽しんでください。ちょっとじゃあ C で練習してみましょう。1、2、3、4。
ポー。こんな感じです。軽やかに。心変わりは何かのせい。あまりの力じゃなかったのに。こういうのですよ。かっこいいでしょ。これね、難しい。これ早いのがまた難しい。これはだから最初から最後まで16ビートのチャでできないよっていう人は肘で弾いてる証拠ですから、疲れちゃって肘で弾いてるとこうやってやったらもうここ筋肉痛になりますからね。あのやめてくださいよ、筋肉痛は筋肉で動かしちゃダメです。手首のスナップです。指とかね、ここら辺のやつとか、こういうこのしなりとこの指のこのクリクリとで、これでこれが役立つということですね。ちょっと C で練習してみましょう。せーの、早いからね皆さん、これはもう力を抜く練習ですから、これが速くなってる。カッティング、ね、これでカッティング F でもこっちでパコパコ腕やってるんだ、左手でタッチして止めているわけですからね。このグルーブ、これをねどうしたって、これはもうこの曲はこれがでも必須なんですね。ちょっと練習してください。これ手首柔らかくね、この動画めっちゃ参考になるのでぜひチェックしておいてくださいということなんですけど、でそこに輪をかけてですね、イントロこれ来てますから、まずやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これはかなり来てますよ。まず最初に、ワン、ツー、スリー、フォー、チャカチャカから始まりますからね。弾かない、カッティングから、チャカチャカ、シー、G7、A マイナー。これ、矢印マーク入ってるでしょ。チケチケ、シー、G7、A マイナー。アップですから、シンコペーション。リズムが前にズコンと食い込んでる。せーの、チャカチャカ、シー、G7、A マイナー。シー、G7、C、C、G7、A マイナー。C、G7、C。だんだんこう前に食い込んでいくということなんですけど、これはかなりねレベル高いと思いますよ。めちゃくちゃゆっくり繰り返しますんで、ちょっと練習してみてください。ワン、ツー、スリー、フォー、チャカチャカ。C G seven C C G seven A マイナー。C G seven C C G seven A マイナー。C G seven C C。チャを入れるといいですね。チャカチャカタツカタンツタンタン、チャカタカチャツカタンツタンタン、チャカタカ。これはもう練習あるのみですね。ちょっとこれね、チャカチャカシーチャカ G7 A マイナーシー。G7 C チャカチャカ C チャカ G7 もうこれでちょっとでご理解ください。これ口で言ってみるのがいいよ。チャカチャカタツクタッタッタツクツクタツクタッタッタツクタッタツタッタツクタッタッタ、こんな感じかな。はい、ちょっとゆっくりさっきのやつを繰り返してもらってものにしてください。でそしてその後すごいかっこいいベースのフレーズが入ってるんですよ。気づきました？これも完全再現です。3弦に注目です。3弦で、はい、0044556677755442です。0445677542、これをダダダトコトコタダダトコトコタダダトコトコタダダトコトコ、こんなリズムですね。でこれ3弦しか聞こえてないじゃないですか。つまり1弦と2弦と4弦は落とす左手で触ってミュートしてんですよ。わかる？今3弦の音しか聞こえてないでしょ。これここで1弦と2弦触れてんです。親指で4弦触れてんの。だから4弦、3弦しか鳴ってない。これをやりながら、こんな感じでやってんですよ。これかなりかっちょよくないですか？これ難しかったら16ビートのチャでいいんですけど、ドドドダカダカ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 、0、4、5、6、7、5、4、
このフレーズです。1弦と2弦と4弦は人差し指とか親指でミュートしたまんまこのフレーズをこうずらして弾いていく。これはかなりきてます。イントロちょっとゆっくりめで全部やってみましょう。ワン・ツー・スリー・フォー、チャカチャカ。こんな感じですね。ここだから、トタートタカタカトタートタカタカトタートタカタカトタート、このトタートタカタカ、この通りにはなんないけど、こんなニュアンスでいいと思いますけどね。トタートタカタカ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 、心変わりはという歌に入っています。かっこいい。ここイントロめちゃくちゃ深いで、今日はかなりここ高難度ですけど、やりがいはあると思います。手首柔らかく、全部16ビートの中の世界観ですからね。ここやってみてください。で、こっからはですね、もうひたすら、16ビートのチャのファンキービートです。心変わりも何かをせ、優しくね、力は入れませんよ、柔らかく。あまりの力じゃなかったのに、体柔らかく。東京側から続いてく道に、ずっとこのリズムキープで淡々とこのね、柔らかい16ビートのカッティングフレーズを永遠に最初から最後までずーっとひたすら淡々とこうキープしてください。これは今日はなかなかね、長いですから。長いです。長いです。で、途中で入ってくるのがこのツタタタタタですね。B フレーズの一番最後、空港へ先を急ぐのかからやってみますと、空港へ先を急ぐのさ、ここで、急ぐのさ遠くまでみたいな感じでね、次のブロックに入っていく時までのおかず、このツタタタタタっていうのはそこかしこにこれも出てくるんで、これもちょっと見つけたらやってみてもらいたいんですけど、基本的にはやっぱ16ビートのチャのカッティングなんですよ。もうずーっとこのキレッキレのね、キレッキレだけどガチャガチャ感がない、これはなかなか高難度ですよ。まあこれこそこの、そのスピード感も結構速いじゃないですか、テンポが。これがですね、いいんですよ。これがもう、お酒んポップ。これこそお酒んポップのもう醍醐味みたいなところありますんで。まあまあ、なんていうのか、汗だくになってやっちゃダメですよ。もう涼しい顔してできないとこの曲魅力半減ですからね。心変わりは何かのせい。こういう柔らかさです。ふんわり。はい、グルーブをこう生み出してください。体全体から手とこの指とか手でねリズムって生まれるわけじゃないんですよ。ハートからですからね。だからもう体中からこうグルーブを生み出す。はい、これはもう一言、この16ビートのチャのカッティングにも尽きるこの曲は。はい、気持ちよくできるようになるまで、トライをしてみてくださいということです。あとは歌詞の世界観、この歌詞はいいです。応援歌でもあり、自分に向けたなんかこう行くぞっていうなんかね、あのそういうメッセージでもあり、なんかねこう動きたくなる、行動を即す、素晴らしい曲。さあ皆さんもこの曲で、テンション上げていきましょう。やっていきましょう。小沢健二さんの僕らが旅に出る理由、ガズレレルかっこいいバージョン、キレッキレのカッティングでやってみる。ワン・ツー・スリー・フォー。
ケンジさんの僕らが旅に出る理由、カズレレ流かっこいいバージョンやってみた。めちゃめちゃすげえかっこよくないですか。このリズムをねコントロールできるようになったら、まずちょっとね次のねレベルに行けると思います。はい、特にイントロ、ここができたらねやばいです。お楽しみください。はい、こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分が、これそれぞれ200曲収録というね話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではねアプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらっていいなと思ったら、1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っているデザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ、これ。ガズピアノ。これ、超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル、別にあります。これ、本も出てますから、リットミュージックから。ガズさん、ピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す。弾き語りに特化した、もう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室。ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったら、もう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あと、ガズレレではですね、この、ウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、この、ここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい、このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そう、あっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよって勧めして教えてあげてください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。